横浜キャノンイーグルス対トヨタベルブリッツのキックオフを待つ、ここは横浜市港北区日産スタジアムです。ここでボーデンバレットがいました。12番が先にキャッチ、次に待っていた10番のバレット。アーロン・スミス選手、そう、アーロン・スミス選手のパスが丁寧なんですよね。非常にこう日本で丁寧にこう一つ一つプレーしているように見えますね、はい、この人がボーデン・バレット。短いキック、これはフェアキャッチ、その前に反則がイーグルスにありました。ベルブリッツボールです。さあ12分になるところです。イーグルス対ベルブリッツ、先制はこのボーデン・バレットのペナルティーゴール、添えたベルブリッツが3点を先制します。このリーグワンの前身のトップリーグというのが始まって、2012年からこの赤いジャージ横浜イーグルスが一部に昇格してきました。それ以降は11度戦っている両チームです、オフロードパス繋がりました。日本代表原修理、いいサポート、岡部スピードがあります。ランナーの顔を持つプロップの岡部隆人のトライ。いやー、ただ何より田村選手の最初のオフロードでしょうね。ショートステップ踏んでマップスは、さあアーロン・スミスどうするか、自分で裏へ蹴りました。それにしっかり反応しています。浮いたボール、ベレアミ・ツイドラキではなくイノケ・ブルアが取った。来た、今アーロン・スミス9番同士ボールもぎ取るか、自立できていなかったか。すぐスタート、ここですファフデ・クラーク、もう9番がやり合います、そして梶村左足のキック、ツイドラキと松井千人、ノックオン誘った、タックルがクリエル。さあこのスクラムは赤いジャージイーグルス、今度攻めましたね、来ましたね、ちょっと左が前に出る形になりますが、アドバンテージが出 た, た反則を犯してしまったのがベルブリッツ、そのままトライです。さあスクラム起点にそのまま思い通りの今トライが取れました。横浜イーグルス、抑えたのが塩根原尻。今日は南アフリカ代表のピーター・スティフ・デュトイは欠場しています。代わって慶応義塾出身のマプスワが8番、三浦、アーロン・スミス、ボーデン・バレット、ちょっとパス合わなかった、そしてここにいた、足にかけましたマフデ・クラーク、そして田村が追っていきますが、もう一つ足技さえる、イーグルスどうする、どっち、冷静、いった、押されました、お互い譲り合ったところ。あ、ここで前にいたっていうことか、トライは認められないと告げられました。アーロン・スミスが彼、そのデクラークのこと、デクラークは激しい選手でランもできる、相手のミスを誘うのも上手、キックは僕よりちょっと上手かなって話してました、私はパスが強みだと、スペースに人を入れて早い展開を作るのが僕のスクラムハーフのスタイルですと話しました。この人アウトサイドにかけます。さあこの後バウンド点々として面白いところ、取った瞬間捕まえる岡田、さあこれは思い通りのキックでした。トライラインが近づいています。チェルンヤ、アドバンテージも出ましたね。新戦力のトム・ロビンソン、ここまで運びます。アドバンテージ出ている、長いパスよく取った、ノックもありません、強いフィフタ、これ外側がタッチラインになります。トライ認められました。先にボールを抑えていたという、これメイビーさんの判断もあったでしょうかね。ボーデン・バレットのキック、いや難しい角度、しっかり沈めてきます。10点としました、でしたよね。ボールは赤いジャージ横浜イーグルス、パスループでもらいそうです。我慢して、ここでポイント順目に話したいところ、アドバンテージ反則取りに行きましたね、デクラーク選手が、チャーリー・ローレンスがこう邪魔になってました、距離はあるところ、しっかり決めてきました、3点追加、17点とします。ここで蹴り出します。ここで前半終了です。おお、手につかないか。ここもやはり中盤はパスをまずつないでいきます、一人ずつ。高山、ビリアメ高山、生きてる、ボール、イノケブルア、さあ、いきなり取ってきました、後半立ち上がりです。横浜キャノンイーグルス、これは元気の出る後半、最初の得
黒いジャージオールブラックスがベルブリッツの9番アーロン・スミス。さあ来た、強い選手を縦に入れます。フィフィタここまた走り込ませます。さあ前がいた、まだ届かないか、ボール見えています。さあアーロン・スミス手前側か、離したボール、ちょっとパスがゆっくりだった、ね、これは見事、岡田、いや岡田しっかりと落ち着いて取り切りました。石川はいいですね、もういいボールキャリーになって17番、うん、イーグルスのワークレートもなんかさらにギア上がったような気がしますね。ノールックで離したボール、マックス・ダグラス、マックス・ダグラスサポートちょっと遅れているか、間に合った、間に合った、うん、手前か奥です。長いパスがつながった、2対1の状況、内側切れ込んで高谷は、さあ森キャプテン、必死のディフェンス、ベルブリッツ勝った。ここは裏底をバウンドさせました、ワンバウンドツーバウンド、その間に間に合いそうだ、岡田が外しました1つ、しかしディフェンスが待っています。キープできましたアーロン・スミス、うわ離さなかった、オフロードパス鮮やか、彦坂からもう1つ、これをタックル受けました小池。さあここを得点チャンスではあります、敵陣には入っているベルブリッツ、まずはこのスクラム、これマイボールはキープできました、アーロン・スミスからそのボーデン・バレット、1人ずつ離して内側、チャーリー・ロレス引き寄せてから離した、ここもそういいスキルですね。さあここで22番山口周平、スピードある、うわここでも4人、5人、しかし5人帰ってるんですよね、イーグルス、うわ素晴らしい、見事な帰りでした、カバーディフェンス、いや本当5人ですよ今、5人ここまで帰って、逆サイド移動してきましたよ、自分で仕掛けました、もう手前側がまだ11番が待ってますね、おお背中越しにパスを放しました、清水が、まだ押し込んでいく、ジョシュ・ディクソンも登場してるでしょうか、少し移動してきた11番ですが、左サイド、いや目の前見ていました、抑えたのがアーロン・スミス、目線では見ない、なるほど、そしてボーデン・バレットのコンバージョンキックも決まりました。さあ、これで2点差に迫りますベルブリッツ、残り時間が2分半になろうとしているところ、届いたか、さあディフェンスが体入れています、体入れている、うわこれ今竹澤選手を入れましたね、体、壮絶な戦いになりました。そしてオールアウト、ここ全てを使い果たすようなゲーム、最後勝利の女神はどちらに微笑むんでしょうか、チャーリー・ローレンスからまだ我慢して離したボール、ファルコン、ノックオンですね、そうですね、そうですね、さあここで吠えたのが横浜イーグルス田村でした、田村のタックル、こう確実性の高いプレーを選びます、そして残り時間が5秒になります。開幕のゲーム、昨シーズン準優勝の埼玉ワイルドナイツの前に完敗を喫した赤いジャージ横浜イーグルス、2戦目も苦しかった、しかし最後勝ち切りました、24対22、勝ったのは横浜キャノンイーグルス、トヨタベルブリッツの猛攻をしのぎました。岡部貴人選手です。1番最初にトライを挙げた岡部貴人選手がプレイヤーオブザマッチに輝きました。スクラムでも、ね、非常にプレッシャーをかけてましたしね。そうでしたね、今日一つスクラムがこうキーでしたね、はい、岡部貴人です。上宮高校から関西学院出身の6年目の選手です。